は、1948年9月16日に、関東地方に上陸し、各地に洪水被害をもたらした台風である。関東地方は、この前年もカスリーン台風に襲われており、アイオン台風がさらに追い打ちをかけた形となった。新ロズ9月7日に、マーシャル諸島東部で発生した、台風21号は、勢力を強めながら北上し、15日に最盛期を、 迎えて、中心気圧940ヘクトパスカルとなった。16日に、静岡県伊豆半島南部をかすめて、東京の伊豆大島付近を通り、千葉県館山市富崎と木更津市の間に上陸した。その後千葉県銚子市付近から、太平洋に出て、宮城県金華山の東約100キロメートルの海上を通って、北海道南東沖を通過しベーリング海へと進んだ。 千葉県立山市と岬崎で最大風速秒速46.7メートルを観測するなど台風の中心付近では風が強くなり千葉県を中心に家屋の倒壊が多く発生した。また台風の前面にあった前線の活動が活発化したため基幹降水量は 宮城県仙台市で3 5 1 1ト、mm、ル、岩手県宮古市宮古で2 4 9 3ト、mm、ルに達するなど、東北地方の太平洋側で大雨となった。岩手県では、北上川やその支流が氾濫し、一関市を中心に700名を超える死者、行方不明者が出るなど、前年のカスリン台風による被害を上回る災害となった。 前年のカスリン台風に続く連年の北、上川流域の水害により、北上川の治水計画は根本からの変更を迫られた。1941年に、旧内務省は北上川上流改修計画を策定し、この中で、岩手県内の北上川水系主要河川に、洪水調節用のダムを建設する事業に着手していた。これが、 北上川五大ダム事業の発端であるが、この台風を受けて建設省は根本的な洪水流量の改定を行った。1949年、経済安定本部は全国主要重水系において水害から都市を守り経済活動への影響を最小限に抑えることを目的に河川改定改修計画を定めた。 この中で北上川は、支流のアイ川と共に、対象水系となり、系統的な洪水調節計画を練った。この結果、従来の改修計画を大幅に変更した、北上川上流海底改修計画を定め、五大ダ,ダム事業も、規模や建設予定地を変更して、両台封じにおける豪雨でも十分な、洪水調節機能を発揮できるように計画変更を行った。 さらに1951年には国土保全と経済発展のために河川総合開発による地域振興を図ることを目的とした国土総合開発法が施行され全国22地域が特定総合開発地域に指定された北上川水系は北上特定地域総合開発計画として北上川水系全域となる瀬川水系が 総合開発の対象地域に指定された。これにより、北上川水系では多目的ダムの建設が、建設省や岩手県、宮城県の手によって進められた。上記の計画に基づき建設されたダムとして、石淵ダム、多世ダム、湯田ダム、四十四電ダム、五所ダムの、北上川五大ダムをはじめ、鳴子ダム、花山ダム、栗駒ダムがある。また、一ノ関市には、 一ノ関有水池が建設され、ハサ間川には南あち有水池が建設されて、洪水を一時的に貯留する有水池も建設された。さらに自然光洪水調節用調整地化する計画も立てられ、これにより長沼ダムが現在建設されている。AB、アイオン台風昭和23年9月15日から9月17日。 www.data.jma.go.jp 2020年4月21日閲覧ありがとうございます。